まずはこちらの動画をご覧ください。えい。マジで気持ち悪い。でもええや、俺はこういうの好きやね。俺も好きや。絵になるな、この絵は。最高やいけこいつ。この動画を昨日自分の X、旧 Twitter にポストしたところを、数々の批判コメントで炎上を今していまして、でまあ謝罪した方がいいんじゃないかということで、そのまあ正直自分は最初謝罪する気はなかったんですけど、そのまあ正直その自分で勝手に飛んで、でレスキューされる前に自分で勝手に上がったんですよ。だからまあ警察の迷惑にもなってないやろうっていうことと、まあその飛び込み禁止っていうのは多分危険、飛び込み危険やから飛び込むのはやめなさいみたいなことだったと思うんですけど、まあ死んでもいいと思ってその飛んでるんで、まあそれで死んだら自己責任ってことで、まあしゃあないやろうっていうことで飛んだんですけど、まあだから謝る必要はないかなと思ったんですけど、そのある方からそのツイッター X か X でポストされた文明を見て、あこれはと思ってちょっと読みますね。諸さんなんですけど、普通に謝った方がええんちゃうの丸ってことで、まあこれだけやったらまあいやいやそんないくらでもコメント来てるやろってなってると思うんですけど、まあ彼のちょっとプロフィール欄を見てほしいんですけど、まあこれですね、読みます。20代兵庫大阪174センチ、66キロかな、喫煙者、お酒好き、イチャラブ、スイッチャー、チョイエス、君に好き、中外行き。うん。普通に謝った方がいいね。うん。普通に謝った方がいい。いいね欄も、彼のいいね欄もちょっと拝見させていただいたんですけど、そのふくよかな女性のエロ動画をまあ数多くいいねされていまして、そんなやつに、普通に謝った方がええんちゃうの。うん。普通に謝った方がいいね。ってことで今回の、自分の道頓堀飛び込みで被害に遭われた、迷惑をかけた、嫌な気持ちにお会いにさせてしまった、すべての方々に誠心誠意謝罪したいと思います。申し訳ございませんでした。で今からちょっと雑談っていうか、そのファンの方からちょっと心配の声が上がってまして、道頓堀に飛び込んで、道頓堀なんか汚いらしくて、まあちょっと呼びますか。丸米さん、まあ人間性が終わってるからやりそうだと思ってたけど、さすがビジネス阪神ファン、感染症にかかって苦しめばいいよなどとか、単純、カジーヤさん、びっくりマーク、単純に汚い、こいつ元から病気だけどさらに重たい病気に感染しそうで草で、まあ、数々の心配コメントが、寄せられているんですけど、今のところ至って元気というか、至って元気なんで、まあ、心配は大丈夫です。